スリーピーというサロンから来ました佐々木京香です。マネキス表参道のアシスタントのあやです。ケリーのアシスタント1年目のミクです。ミアタイプのアシスタント1年目ジュニアスタイリストの塚本花です。最近ちょっと YouTube しようかなって思ってます。多分一番インスタとかよりもなんか自分のことを話せるなと思って、まあ、あと分かってもらえることも多いと思うので、まあ、ちょっと YouTube やり始めようかなって思ってます。最近はなんか TikTok の時代なのかなって思ってきて、まあ、YouTube もそうなんですけど、なんか TikTok はライブとかもしやすくて、で結構質問とかも美容に関してしてくださる方多いので、で自分発信を頑張ってます。最近はリールとかもうあんまりまだ伸びたりはしてないんですけど、ちょっとメイクとかヘアのリールを撮ったり、自分にやってもらいたいと思って来てもらったりしたいので、インスタに上げる写真とかこだわりながら載せてます。あの TikTok のライブとかインスタグラムのライブとかもやり始めたいなとは思ってますね。そこでちょっと自分のファンを増やしていって、まあ私のお客さんは結構若い学生とか高校生大学生が多いので、そこの子たちと仲良く会話をしていって、なんかお店に来やすかったりとかコメントしやすかったりする雰囲気を作っていきたいなって思ってます。来られるお客様よりも分かってないといけない部分というか、やっぱ知っとかないといけない、その知識みたいな部分はすごい大事だなと思ってるので、まあ、その知識みたいなのを、まあ、本だったりとか、まあ、雑誌とかは見たりするんですけど、まあ、雑誌とか本とか、まあ、あとはいろんな場所に行って勉強してますね。自分のお店の美容師さん以外の方とかは結構まあ剪定とか違ったり、いろいろ塗り方とかも考え方とかも違うので、そこは仕事終わりにオンラインサロン見て自分のモデルで試してっていう感じで、技術はそこで勉強してます。カラーは結構ハイトーンとか上手い先輩とかいるので、もうとにかく営業で入らせてもらってフィードバックもらって、営業後は今は営業中にも呼べるようになったんですけど、営業後にモデルさん呼んで結構試したりとかいろいろこの辺歩いてる人たちを、まあ、その顔見はできないですけど、髪型とかスタイル流行をこう今どんなのが多いのかなとかを見ながら、ちょっと普段買い物だったり、まあ、歩いたりとかして自分を向上できるように意識してます。 SNS にしてもこういう雰囲気を作りたいっていうものに対して一緒に近づけてくれるような指導をこう、まあ、カリキュラム外でいいのでやっていける空間があれば、もっとみんなそれぞれやりたいこととか特化したことに突き進めるのかなって思ってますね。人をワクワクさせる部分って結構大事だと思うんですよ。相手に刺激を与えるみたいなところってすごい必要だなって思うんですけど、結構 SNS にみんなこう囚われすぎて美容師辞めたいとかいうのとかも聞いてきたので、周りでなんかそこじゃないなっていうのは正直思ってて、なんかもうちょっとなんか今の時代だからこそ、まあ、SNS を仕事と捉える方もいると思うんですけど、なんかもうちょっと楽しみながらやれる方法を、まあ、上の方がなんかもうちょっと違う視点で教えていただければなんかいいのかなっていうのは働いててなんか思ったりしますね。いざ働いてみてできないことの多さが、まあ、いっぱいあるんですけど、なんかただ髪を染めるだけじゃなくて、その人の気持ちまでこうワクワクさせられる人になれてるのかなって思うとめちゃくちゃ楽しくて、自分も幸せで、美容師最高じゃんって思います。なんか正直気持ちあんま変わってなくて、学生の時とお客様を笑顔にできる仕事だし、特に女性の美容師さんはすごい、なんだろう、いい仕事だなっていうか、私にとってはすごい天職だなって
学生の時はなんかすごいキラキラした部分にだけ憧れてたんですけど、で今はなんかスタイリストさんの毎日の営業のなんかリアルな姿、私は毎日結構あたふたしてるので美容師としての技術とかもどんどんなんか磨いていきたいなって今は思ってます。一人は、まあ、今の代表のオーナーの内野さんで、内野さんは美容師続けようって思わせてくれた人でもあったので、まあ、相当な技術と相当な人間力あるんだろうなっていうのはもう見てて思いますし、すごい憧れです。でもう一人は前のサロンで働いてたしもさんっていう、今ノームっていうサロンを表参道で出してるんですけど、こういうところを大事にしていった方がいいよねみたいなのを教えてくださった方で、その生き方みたいなところはそのお二人はすごい尊敬してます。今のお店の代表の昴生さんと智也さんなんですけど、表に出るのを昴生さんは結構お仕事やったりとかしてて、智也さんは事務的なこととかもやられてて、で仕事もすごい丁寧なんですよ。二人ともすごいワゴンの中が綺麗だったり床が綺麗だったりとか、すごいお仕事いっぱいの人数をこなしてる中でも、なんかそういうところはすごいかっこいいなって思うので、二人みたいな人間が組み合わさった人になりたいなってのは思います。私が憧れる美容師さんは今のお店の代表の斉藤純也さんと新津ゆりえさんっていう女性のスタイリストさんなんですけど、私が中学2年生の時に初めて都内でカットしてもらって、子供の私でもこんな美容師になりたいと思わせてくださった方で、斉藤さんが今アシスタントに専属でつかせていただいてるんですけど、まあ、美容の技術以外にも人間性としてこう寛大に周りを見れる人になりたいなっていうので憧れを持ってます。ファドスの志田美香さん、本当に全然予約が取れなくて、すごいなんか2ヶ月先とかまで埋まってると思うので、なんかそういうなんか予約の取れない美容師さん、かっこいいなって思います。まあ、代表のりょうさんと磯田さん、髪を動かす手がもうなんか魔法の手みたいな感じでいつも近くで見させていただいてて、なんかセミナーとかも結構やってるのもかっこいいなと思って。私今交通事故で全身折れてて、折ったことがあってでボルトが入ってて何箇所かに、最初車椅子じゃないと働けないなって思ってたんですけど、リハビリで半年間なんとか、まあ、体力仕事である美容師をできるようになってで働いてるんで、そういう何だろう、落ち込んでる人とかできないかなって思ってる人とかにこう大丈夫だよって希望を与えられる美容師になりたいなって思ってます。とにかくカリスマ美容師になりたいですいつか地元に帰って家族とか友達の部屋もいっぱいできるように、ちょっと今はこっちでいろんな技術を身につけて頑張りたいです。みんな私と携わることでみんなが幸せになってくれればいいなと思うので、なんかみんなを明るく幸せにできるカリスマになりたいですで私履歴書に書いたんですよカリスマになりたいです。なりましょうね。なりましょうやってみたいなと思うことは何でもなんかできるようなところまで行きたいなっていうのはあります。何でも挑戦してなんかとりあえずやってみて、なんか違うかったら違うでまた新しいこと始めてみたいな、なんかこう常になんか何かしらをなんか楽しんでるような感じの美容師さんになりたいなっていうのはあります。